ロシアンルーレットをやっていきましょう。はい、今回はこの高台の上からナイス玉を投げてもらいます。で、まあ逃げる側って言っていいのかな？下にいる子たちは、まあ、この青い線塗ってあるんですけど、ここのどっかに潜伏します。そんだけかな。俺ここにしようかな。この位置なんか一番見やすいし、手すりの上だからなんか好き。俺ちょっとこの場所にするわ。決めた。来たぞ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 、ナイス玉来たぞ。めっちゃハエクルクルしてる。酔いそうじゃない？大丈夫か？こんだけ回ったらさすがに当たんないだろ。だよねだよねだよね。やべえ。あ、でも誰かやられた。来た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 。あ、今回ちょっとなんか、ちょっとズルしてる。ちょっと遅いかも。やべえ！これどう？わー、怖い、危ない。手すり下ろされちゃったよ。さあ、来ました。3発目。今度どっちに来る？酔わないのかな、これ。めっちゃ早いよ、くるくるして。え？真下じゃねえか。さあ、4発目。ラストです。どこに来るか。お？はめてどこだそこ。あ、真ん中、また真ん中じゃん。はい。ではもう一度、ロシアンルーレットやっていきたいと思うんですけども、まあ、俺もね、ちょっとくるくるしてやろうと思ったの。まあ、さ、自分がやるにはいいんだけどさ、まあ、一応これ動画でみんな見てるわけじゃん。ただくるくるして投げてるとこ見てもさ、ただ酔うだけだと思ったので、ちょっとやめました。絶対酔うんだよね。くるくるして。画面酔いしちゃう人が多分結構いると思う。自分もそういう三半規管、酔いやすい人なんで、ちょっと苦手なんだよね。だからもう一回ね、どっか、探して、隠れたいと思います。今回さ、イカ状態になってどっか隠れてようかな。こことかいいんじゃない？広いし。うん、ここやな。ここにするわ。じゃあ俺ここにします。はい。決まりました。俺の場所決まりました。みんな隠れたんかね？もうそろ来るかな？来た！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 来た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 ！どこに投げるか。どこ？どこ？え？